ワンナイト人狼っていうもので1回で終わる人狼ゲームがあるの、人狼 D ゲームがあるのでそれを使って、はい、私を含め3人でゲームをします。はい、はい、人狼は1だよね。じゃあこれで人狼 D ゲームを始めます。はい、はい、恐ろしい夜がやってきました。僕の役職はこちらです。はい、私の役職はこちらです。はい、皆さん朝になりました。はい。話し合いを開始します。はい。よーい、スタート。あ、これがいる役職ね。占い怪盗。うん、なるほど。占い怪盗いるんだったら先に出てきてほしいな。まあ怪盗で安全であれば出てきたらいいけど。そっか。占い師。え、やばくない？いないの。でもここで占い師って名乗り出ないメリットないよね。うん。ってことは本当に占い師いないってことだよね。いないね。でいいのかな本当に。はい。占い師？お。なんだこの間は。ちょっと様子見てた。二人がどう言ってるんだろうなと思って。なるほどね。正直言うともう三人しかいないので、もう私は誰が誰かを買ってしまいました。なるほどね。じゃあ僕つむちゃん信じる。私も信じる。はい。はい。いいですか？うん。そっか、もう僕もわかるか。そうなったら。はい。言っていいのこれ？いいと思う。全然面白くて言っていい？うん。かっちゃんが人狼で、なんとナッチは村人から怪盗に変わってます。え、どういうこと？私本当は占い師じゃなくて怪盗だった。うん。なっちゃんと約束を交換したなっちゃんが村人だったっていうことは人狼は一人しかいない。勝手に待って、おかしいおかしい。僕が村人だもん。だから人狼がいないとはありえないじゃん。いや、だから僕村人だから、だからつむちゃんが、最初に怪盗って嘘をついて、占い師って嘘ついたけど、まあ、実は占い師って嘘つかなくてもいいなって思ったから。待って、おかしいよ、ほら占い師じゃなかったんでしょ。怪盗って言って、怪盗から占い師から入れ替わったって言ったんだよ今。なっちゃん、違うよ。本当は怪盗だったんだけど、占い師って嘘ついた方がいいのかなと思って占い師って言ったけど、で別にもう私怪盗だったし、2人と約束交換できます、うん、じゃあなっちゃんと交換してみよう。なっちゃんは村人でした。村人と交換は私がやる。村人だったの？村人だった。なんで占い師って言ったの？占い師って言った方がいいかなと思って、そこをミスった。ほら、怪盗でしょ？怪盗。怪盗なのに、怪盗で村人と交換したんだったら、それを言えばいいはずなのに、まず最初ミスった。まず最初に占い師いますかって言った時点で、考えてたじゃん。考えてた。なんかどうで考えた後に、僕なんで間があったのって聞いた時に、動きを見てたって言ったじゃん。うん。でもそこまで考えても占い師って言ったけど、でもミスったなと思ったの。ごめんなさい、それは。ほら、でも人狼なの、かっちゃんの。僕がつむちゃん占い師って言った瞬間人狼だと思ったの、信じたから。だけどそういう風な占い師って言ったのに突然怪盗になって、怪盗っていうべきだったな。だから怪しかった。でもなっちゃんは村人だったのよ。でも私は本当に村人だから。いや、僕も村人だもん。私は怪盗だったの。ごめんなさい、間違えました。どっちかが怪しいかだよね。だってもうさ、占い師しかり怪盗しかりさ、こう2人どっちかと交換したって時点で消去法でも分かってしまうじゃん。待って、この可能性。じゃあもしかしたら本当につむちゃん怪盗で人狼と交代してたら人狼だったんだよ。あれ、そしたらでもかっちゃんが人狼だったってことになるから、交代したとしてもどっちにしろ分が悪い。なるほどね。うん。何、分が悪いって。多分だけど人狼だから怪盗がいないか占い師がいないか僕が聞いた時に2人の様子を伺ってて「はい、占い師です」って言って占い師でかぶったらもう負けじゃん、疑われるじゃん、うん、だからすぐに出れなかった人狼の動き。私も筋通ってないけど、かっちゃんも筋通ってない。なんで私本当に分かんないけど、もう単純にかっちゃんもうちょっと本当にゼロ、もうゼロ。いや、ちょっとダメだよ。もうゼロ。じゃあかっちゃん本当に村人だったら人狼って言われてもうちょっとなんか焦ったことを言うはずだけど、なんか冷静に対応しようとなんか頑張ってるから、多分人狼。最悪だよ。何その理由。ミスった、これすごいミスった。なんか何その理由。視聴者さんにミスった、最悪なんだけど。はい、どうぞ。私の心が決まりました。でもこれさ、投票制だよ。うん。最悪じゃん。もう最悪動だと思う人を指さしてください。せーの。もうなつちゃんしっかりしてよ。嘘、本当に？うん、え？マジ村人じゃん。村人って言ってるじゃん。え、なんで人狼がいない人狼ゲームなんかおかしすぎる。これマジカットだって。カット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 。そんなことあるの？え、人狼いないとかないから絶対カット。今のオールカット。みんな何の何してたの今。オールカットオールカット。みんな嘘。今なし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 。全部カット全部カット。みんな嘘ついてなかったってことは。みんな正直に話してたよ。でも人狼いないとかないから。いや何してたの？何も何もないじゃん。今みんな誰も悪くない。私も悪くない。いや悪くない。みんな一体今まで何をしてたんだよ。本当にやばい今のは。人狼いないとかはない。みんな正直でした。もっとお互いのこと信用しよう。やばい今もっと信用しよう。かっちゃんのことちょっとバチバチだったよ。バチバチだったよ。バチバチだったよ。市民同士だったよ。